ダメだね、夏だね。今日はこれを飲みたいと思います。美味しそう。なんかもらったんだっけこれ。でも買わないよねうち。あ、買ったんだっけ、もらったんだっけ。ちょっと1週間ぐらい冷蔵庫に入ってる。乾杯。うまっ。1週間ぐらい入ってるからもうサイダー感全然ない。うまっ。これ飲んだ？美味しかったですか？美味しかったですか？終わってから、もう飲み終わってから聞いてるのやばい。美味しいけど。こんばんは。え、本当になんだっけな。いや、多分もらったんだよね。でも1週間ぐらい前でしょ。なんだろう。全然覚えてない。買ってはない気がするんだ。多分ね。忘れたけど。こんばんは、田中ゆ。いばじゅんさん、どんどんどんさん、てつやさん、ハートありがとうございます。長月さん、ハートありがとうございます。いや、冷蔵庫に入れた記憶はあんのよ。そう、でも何でもらったのかだけど覚えてない。まあいいや、美味しいんで。美味しいんで大丈夫です。暑いね、マジで。今日めちゃなんか暑いなって感じましたね。今日夏を感じた。今のぴょんちゃん、みずみの推しさえすぎて意識高い。そうなんですよ、当たり前じゃないですか。はい、水色とピンク。ちなみにこれ裏返したら白だから、自分の推しさえ意識高め。ありがとう。
あ、次。あ、次だけど昨日より汗かいてない。やっぱ昨日劇場動くってすごいね。汗かくね。ドボンしなきゃ。今日やること多いんだよ。そうだから全部やるよ。まずドボンタイム。軽くね。AKB48 のドボン独り占め。昨日この間と一緒で11時半にぐらいには終わって、12時までにはお風呂に入りたいので頑張ります。ツイートしますね。 AKB48 橋本春奈、手加減は無用だよ。始めよっか。かかるのは私たち。ドロースリーチャンス。ドロースリムクミックさん、ハートありがとうございます。明日は音楽の日に間違えた。違う、もう一回言わせて。明日はザ・ミュージックデーさんに出演させていただきます。オープニングから8時間ぶっ通しでぜひご覧ください。しっかりと、まあ録画して、一旦とりあえず録画して生でももちろん見ていただけたらなと思います。昨年はね、私は富山を盛り上げさせていただいたんですけれども、今年は日本全国の音楽界を盛り上げさせていただこうと思います。明日仕事？録画しとけ。とりあえず録画しとけ。私とりあえず梅沢さんに、あの昨年は富山でご一緒させていただいた梅沢さんに会えるか楽しみですね。去年は富山で会って、今年は東京で会う。楽しそう。そんな日探してください。皆さん、生はもちろん見て、8時間ぶっ通しで頑張ってみて。ツインテールする予定です。多分いつもの高さ。
高さの予定なので、よろしくお願いします。ドボン返された。え、わかんない、みんなポニーテールって言われたらポニーテールになるけど、じゃその時はごめん。でもうちはツインテールする予定だよ。みんなポニーテールって言われたらもうポニーテールするけど。うん、そうなったらごめん、先に謝っとく。さすがに多分 AKB だってできないよね、普通に研究生とかできなくない？団体で動くのが AKB なんで、ちょっとさすがにそこ、いや私はツインテールで行きますとか言えない。うん、そんな女じゃないうち、ごめん、ほんとごめん、そんな強くない。え、もう宿毛取れてんの？ここやばすぎ。え、宿毛弱すぎない？ドボンとなんだっけ、あ、やってみっちゃ見るのと、昨日いただいたプレゼント開封、今日は15分だけかな、ドボン。だから今何分、はい、45分までドボンは。そう、盛りだくさん。全然今日やってみっちゃじゃなくてもいいんだけどね。でもまあ、いつやってみっちゃ、いつ終わるか、終わるっていうか、そのいつ TVer からねなくなっちゃうかわかんないから、なくなる前に見とこうっていう。あとみんなも多分公開されてすぐ見たいじゃん、きっと。早く見たい人が多いと思うから。こんばんは。田中に。ペペモンさん、アキラ852さん、シャボン玉ありがとうございます。なんかいい推しの日に向けて、なんか面白いグッズ、すごい可愛いグッズが出るみたいで。そう、私もあんなに可愛くなるって思ってなくて、なんか結構今回グッズ担当の方、そのスタッフさんがめちゃめちゃ頑張ってくださって、この後も結構いろんな、なんだろう、なんかいろんな可愛いを詰め込んだグッズが出る可能性が、あん時に喋ってた感じだと
ありそうなので、そのグッズ撮影の時に喋ってた感じだとありそうなので、ちょっとまだいつはなんていうの公表告知とかわからないけど、きっと今後もまた可愛いのが出てくると思うので、その第一前進というか第一弾というかとして、今回のいい推しの日グッズぜひゲットしていただけると嬉しいなと思います。急な告知。特典に関してはまあ一回置いときましょうか私そうですね、むずい、なんかね、なんかね、書きたい人みたいなのはちょっと一回置いとこう、むずいなんかやめてって感じ。本当に別にさ、なんか抽選って書いといてさ、こっちがさ選ぶとかでいいのにさね、もうそんなそこまで大っぴらにする必要なくないみたいなね、別に抽選って書いといて。でもなんかちょっと私はなんか考えたいと思います。なんかちょっと嫌だなって思ったから、もしもその感じのそのままで行くんだったら、なんかみんながくれたお手紙とかをボックスにもうガンって入れて、私が自分で勝手に抽選するかもしんない。うん、ちょっと考えます。もしもそのままあのまま行く感じであればちょっと考えさせてくださいなんかむずいよね。うん、正直そう、ちょっと企画変えてほしいけどこちらとしてはそうなのよ。それでどうだあだこうだって言われんのこっちだからうざいのよね今はね。もちろんそのこの企画に関してこうそれはってみんなが今はさその文言に関して言ってるけど、結局それが執行された時には叩かれんのこっちだからそう嫌なのよ、うん、そうグッズ自体は大成功だと思う。めちゃめちゃね、アクスタめっちゃ可愛いよね、思ったよ今日さ、ツインテールしてたからさ、こうめっちゃいろいろスプレーとかかけたから串が通らない、もう見てやばすぎ、サラサラピョンがいいのに。ツインテールってバリ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 、ちょっと言い方あれだけど、まあ私はね結構いろいろ
そう、首に冷たくなるやつ巻いてんの。あっちからね、夏だ。でもね、全然多分私の首の体温で溶けてます。これは去年買いました。経由まさきさん、ハートありがとうございます。リップペンシルめっちゃ可愛くない？色も可愛いし、このデザインも可愛い。みずみんがメールでハルピョンが先輩でよかったってか、え、ちょっと詳しくうちのインスタの DM に送って何？なんだって？詳しくうちのインスタの DM に送って色も可愛い。普通に劇場とかで使えそうな色。今日何曜日？金曜日か。オッケー。自己解決。うん、劇場で使えそうな色だ。かわいい。普段使いとしてはちょっと多分色が濃いめ。明日は頑張ることは何もない。私はいつも通り可愛くいれば OK、うん、劇場用にします。この子は
劇場用なんていうの、こう衣装用、まあ、劇場用。明日はちょっとテレビだから違うけど、劇場とかは結構ライトがすごく当たるので、これぐらい発色が良くても多分衣装もすごいしライトもすごいから映えそうな、顔映えそう。あと劇場は一回唇塗るとマジで塗り直すタイミングが全然なくて、本当にだからもうそのままずっとついてってくれるぐらいの、あれじゃないと大変なのよ、リップじゃないと。45分、これラスト対戦です。あ、風と海とさん、織姫、乙姫、どっち、乙姫、織姫、織姫タワーかな。ありがとうございます。せーの、タワータワー、ありがタワー、ありが織姫タワー、風と海とさん、ありがおり姫たわ、ありがとう、ありがとうございます。乙姫は浦島太郎、あ、それですね、すいません。浦島太郎って何、あれ亀いじめるやつ、もう七夕ですね。今年の私の夢は叶いませんでした。目標、夢というか目標というか願い、今年の私の七夕の目標は、あのいっちゃん、あのなんだっけ、北日本放送さんのイベントに出ることだったんですけど、ちょっと叶いませんでした。なので悲しいんですけど、またいつか叶うといいなと、いろんなイベント、北陸でいっぱいイベントがしたいなって思ってます。明日持っていく日焼け止め、いい香り、ちっちゃめのゲットしました、持ち運び用に。
ばんは。さあ、ということで、それでは続いてプレゼント開封の方ですね、やっていきます、やっていきみやす。昨日いただいたプレゼント軽くそそって紹介していきみやす。ちょっとマッチでございます。ありがとうございます。わー、片付けたい。はい、すいません。それではまずクロウくんにお手紙入ってる、ありがとうクロウ様。すごっ、ありがとうございます。ということで開封。ちょっと待って、目かゆい。いきます。1個目、じゃーん、私まだマートのエコバッグくれたありがとう、これ便利。もう早速使ってるんだけど、前くれたやつめっちゃ便利なのでまた使います。汚れたら使おう。1個前のさっきのもらったやつ、前もらったやつ汚れたらこっちにします。もう2個目ゲット、実用的なプレゼント。本当になんか本当にお弁当とかをね、こう持って帰ってくる機会が多いから、こういうマチ付きのエコバッグはマジでありがたい。今年の夏は島田マート愛用で、めっちゃおもろいよね島田マート。分かる人には分かる、え、あの人島田マート持っとるやんって。でも分かんない人には、え、なんか豚みたいな、
なんか豚なんだけどみたいな。エコバッグです。かわいいのよ。ありがとう。またまた前のやつが汚れちゃったら使います。続いてお洋服が3つかな。でんでんでん。写真、うん、かわいい。写真漏れてる。いいよ、いい感じ。マジ今時の子全員二の腕細すぎてビビった。昨日みずみんもまさちゃんもこの写真見てるだけで細いの伝わるもん。えりことかのんちゃんも細い。二の腕が二の腕じゃない。みんな羨ましい、羨ましい。頑張ろう。はい、あやふくちゃんかわいい。なにこれは。何、あ、こういうタイプのワンピースいいね。かわちい、おっしゃ、夏服って感じ。ありがとう、めちゃかわいい。ありがとうございます。どこの、なんだこうね、最近タグ、お洋服のタグをつけようっていうのをやって、あ、オリオリだ。オリオリって書いてあったのさっき。かわいい、ありがとう、嬉しい。夏のねワンピースはねマジで最高ですよね、本当に。しかもこの感じだったらこの上からあのシースルー系のなんかやつ一枚上から羽織るだけでも全然涼しいので、めっちゃ可愛く着こなせそう。こなします。続いてじゃん、なかなか着ない色、赤つないでる、赤ピンク系なかなか着ない色。また着てみよう。このね胸元がちょっと開いてるけれども、まあ、ネックレスとかしたら寂しい感じはなくなりそうな。かわいい、ありがとう。きます。何こういうのって下に何合わせたらいいんだろう。デニム、濃いめのデニム、なんか合わせます。何合わせたらいいんだろう。最後、もうこれでセットで、これ合わせればいいか。スカートかわいい、リボン、リボンがあしらわれています。もうこれとこれでセットで着ればいいや。これもオリオリだ。セットで着よう、多分可愛いはず。まあ、白なんて何にでも合うんだから。可愛い、ありがとう。チュール、白のチュールスカートって私持ってない。チュールっていうの、このこういうタイプのスカート持ってない気がする。黒は持ってるんだけどさ、だから初、持ってたけど汚したとかありそう。ありがとう、履きます。今年の夏暑いからね。ということで以上、プレゼント開封でした。ありがとうございました。可愛い系いっぱい、おしゃれ、おしゃれ橋本誕生しますよ。頑張って。
A。 待っていてくださいな。おっと、これは激アツ展開か。すいません、来週のあのプラス1曲が来たんですけれども、これやるよって。まあ私ね、10日と11日と8日出るじゃないですか。まあポジションというものがね、ちょっとあのいろいろありまして、あのね、別ポジみたいな感じあるじゃないですか。新芽じゃね。これは新芽ではないか。おと動きがほぼ一緒。ありがとうございます。めちゃめちゃに感謝。スタッフさん間違えてる、入れるファイル。来週の参考資料ですって言って、生きるって素晴らしいの。生きるって素晴らしいの立ち位置来てる。違うよ、間違えてるよ。まあいいや、別にすぐ覚えるわけじゃない。まあ誰かが気づくでしょう。新芽は覚えやすいですよ。だって番号覚えなくていいもん、新しく。うん、新しく番号覚えなくていいからね。同じ番号でいいからね。それが上下も逆なだけだから。まあ振りはね、もしかしたら逆になる可能性もあるけど、でもまあこの曲は振りが逆になってもいける、そう信じてる。やばいかな。いやまあいけるでしょ、だって10年やってんだから。うん、完全新芽とかの方がねありがたいけど、
そういうわけにもいかないんだよね。これは新芽だけどこれは新芽じゃないとかやんのよ AKB って辛い。でも番号全部新芽でちょっと助かってる今。よし頑張って覚えます。そして先にちょっとやってみちゃい、別の日でもいいか。なんと本日はですね、皆様もしかしたら知らないかもしれないんですけれども、まあ私も聞いて知ったんですけれども、お前は知っとけ。はい、すいません。私も聞いて知ったんですけれども、本日はなんと、わ、でかっ。意外とでかかったな。一番美味しそうなのにしたな。ピョンズのお誕生日、ちょっと皿持ってきます。らしいです。ヒョンズというものが誕生して何歳？ということで今日はケーキを買ってきました。じゃーん、皆さんにお誕生日おめでとう。タワー、嘘、私が知らない間に届いてる。ぴょんちゃんの飼育係さん、これ何タワーなんだろう、てかどんな命名なん。ひこぼしタワーありがとうございます。せーの、タワータワーありがひこぼしタワー、ぴょんちゃんの飼育係さんありがひこぼしタワーありがとうございます。皆さんがねそれぞれピョンズになった日は多分違うと思うんですけれども、はい、私も今年初めて知りましたし今年初めて祝ってますね、皆さんがそのピョンズになった日はそれぞれ違うと思うんですけれども、私がピョンズと命名してから今日でちょうど7日目、間違えた7日目、7年目ということで、本日はそのお祝いを、ちょっとケーキだけ写真撮ろう。なんかこれが一番美味しそうでした。
枚写真撮んのって思われそう。ちょっと一番綺麗な写真がいいなと思って。アプリ変えたりしてますということで皆様、ピョンズおめでとう。ハッピーバースデーピョンズ、ハッピーバースデーピョンズ、ハッピーバースデーディアピョンズ、ハッピーバースデーピョンズ、ありがとう、おめでとう。なんかそのピョンズのお祝いが今日だよって教えていただいたファンの方に、みんなでケーキ持ち寄って7月5日に食べたらって言われたんですけど、なんかその私がなんか嬉しいお知らせがあるんで皆さんケーキとか用意しといてくださいとか言うと、なんかピョンズの方々はまあウキウキしてくれるけど、ピョンズじゃない方々はハルピョン選抜みたいななんか適当なことを言って、ピョンズ命名だったわらみたいなことを言うのでやめましたまあ、ピョンズ7周年本当にありがとうございます。おめでとうございます。すごいよね、みんな7歳。まあということでいただきたいと思います。私がちょっとブルーベリーあんまし好きじゃないけど食べるよ。いただきます。まパイとかもあったんですよ、桃のパイみたいな。でもパイって食べるのめっちゃむずいじゃん、だからやめた。大好きなんだけどね。あ、そうです、ピョンズっていう名前ができて7年です、今日で。だからそれぞれ、まあ、7年前にピョンズのピョンズっていう名前を一緒にもらえた人、気づいたらなんかピョンズっていう名前のところに入ってた人、7年前はピョンズだったけどもう今は違う人、それぞれいろいろいると思うんですけれども、これからもたくさんのピョンズたちと一緒にハルピョンを好きでいていただけたらなと思います。ありがとう、おいしい。美味しくて目乾く8年近く前からずっとピョンズです。嘘です8年前にピョンズはありません7年って言ってるでしょ、聞いてた話。推しの話も聞けなくなったのか。マンゴーだ、おいしい。うまし。さっきコンビニ行ったから知ってたらケーキ買ってくればよかった。みんなが太らないようにしてあげたの。そのケーキ買ってくればよかったのお金でぜひお話し会待ってます、握手会待ってますハピョンは痩せなきゃいけない、本当に本当に痩せなきゃいけない。なんか本当に若い子たちがみんな細すぎるのと、みんなが本当最近ダイエットダイエットって言って、あの大森魔法でさえ禁止をし始めたというのに、私はこんな深夜11時に
ケーキとマスカットサイダーを食べて飲んでいる。やばい、本当に良くない。やめてあげてほしい、自分の体に。いや本当に真帆ちゃんマジで、なんかで一緒になった時に、いや本当に飲んでないんですよって言ってて、マジすごっ。いや私もね全然もうお酒はかれこれ全然飲んでないですが、なんか自分が好きだったものをやめるってすごいじゃん。私も好きなものをやめるってすごい大変だと思うから、自分的にも。それが真帆ちゃんにとってはお酒なだけであって、私がじゃあジュースを1ヶ月禁止されたらまずやっていけないですよね普通に。そう、私が別に1ヶ月禁酒することは全然たやすいことなんですよ。そう別に全然平気、うん、そんなあれなんで、もう飲まなきゃやってられませんみたいな感じの女じゃないので全然平気なんですけど、そうやってこう本当に好きなものを、なんていうの、禁じるってすごいことだなって思うし、目乾く。エアコンかな。さすがに今日はもう暑すぎて。お祝い込めてタワー、え、嘘、ごめん見えてないや。これか、ここにあるやつかな。鉄道のエイトさん、七夕タワーありがとうございます。タワータワーありがとう、七夕タワー、鉄道のエイトさんありがとう、七夕タワーありがとう、ありがとうございます。そう、うちらのところどれがタワーかわからないからさ、そうなのよ、残ってたらタワーなんだなとかわかるんだけど、今日はね3つもな、ね、タワーが立ったわって感じなのでそう、1個だったらさ、なんかあ、なんかあるみたいになるけど、3つだからもうびっくりみたいなありがとうございます、本当に。結構いい値段したミルクレープ。うまエビフライさん、短冊ありがとう。明日のさ配信なんだが、朝早めに、そんな5時とかじゃないよ、例えば朝めにちょっと短時間かな、多分起きれないから短時間配信してって感じかな、ちょっとそんな感じですね。うん、なんせ42人出るからさ
メイク時間がすごいわけそう、メイク時間長いね。もうゴリゴリバチバチにメイクできちゃうって感じ。まあでも気づいたらそんな時間なんだろうな普通に。肩凝ってきた。ね、楽しみです。明日朝からケーキ食べれると思う？自分。ケーキって賞味期限その日中じゃん。朝から甘いもの食べれると思う？いけるかな。崩れそう。無理だな絶対。今勢いに任せて食った方がいいってみんなが言ってる、うん、今食べろってみんなが言ってる。食べちゃう。いただきます。うん、うん、倒れた。ケーキってむずい食べるの。フードファイター。お風呂上がりに食べるっていうのもあるよね。すごい頑張ってんのが伝わってそう。美味しいのよめっちゃ。でもお腹いっぱいなのよめっちゃ。取ればよかった食べちゃった。もういいや。
携帯で見せよ。ショック。もうほぼあと3口ぐらい。さて何の曲でしょう。お腹いっぱいだよ。正解はリバーでした。リバーでした。あと4口だった。第2問いきます。ごちそうさまでした。もう分かったら言ってください。曲名分かったじゃダメ。曲名言って。むずいよねこれ。絶対むずいよね。どんなクイズ出してんだろう。ダメ。問題の時と正解の時しかやらないです。私の足が痛くなるんで。赤くなって痛くなるんで。
ちなみにこれ最終問題。最後だろ、もう一回ぐらい頑張る。痛いもん。じゃあ行きますよ。最後ね。どこを見てやってるんだろうって感じですよね。遠くを見て。AKB の曲です。マジバカみたいな企画やってんだけど。あと15秒。1、2、出逆か。15、14、13、12、11、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。正解は制服の羽でした。これ手でもできるわ、拍手でもできるわ。いきますよ、答え。あ、これサビね。もう一回最初からいきます。ということで制服の羽でした。え、マジお団子さんって人すごい。一番最初からなんちゃらの羽って言ってた。いやいや、おいおい。ということでおしまーい。AKB の楽曲でした。じゃんじゃん。また気が向いたらやります。としさんハートありがとう。ということで、それではお風呂に入らなければいけないので入ります。ケーキは食べ終わりました。無事完食。ごちそうさまでした。12時までにお風呂、12時までにお風呂、12時までにお風呂、12時までにお風呂。行くでー、ランキング行くでー。1位鉄道ナイト、あとピョンズ、ピョンズでいますさん、タワーありがとうございました、ありがとう。2位、ピョンちゃんの飼育係はピョンズのコンセプトさん、懐かしいですね、そんな話もありました。でも今は私がみんなを飼育したいと思います。ちゃんと釣った魚にも餌をあげるという使命を果たしていきたいと思います。タワーもありがとうございました。3位
風と海とさん、タワーありがとうございました。4位サプライズレバーとピョンズさん、ありがとうございます。5位 A ダッシュアットピョンズさん、ありがとうございます。6位エンドレッドアットピョンズさん、ありがとうございます。7位てつやアットハルピョン大大大好き、ありがとう。8位長月さん、ありがとうございます。9位バンボシさん、ありがとうございます。10位ともゆきさん、ありがとうございます。11位トシさん、ありがとうございます。12位マックミックさん、ありがとうございます。13位バジュンさん、ありがとうございます。ということで皆さん改めて、7年間ピョンズありがとうございます。これからもまたピョンズで居続けていただけるように私も頑張りたいと思うので、ぜひとも橋本春奈の応援をよろしくお願いします。そして明日はザ・ミュージックデーさんに出演させていただきます。安定のツインテールをさせていただく予定なので、ちょっと今のところ予定なので、ぜひ皆さん楽しみに見ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。それでは最後にキャッチフレーズをして終わりにします。はい、ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春。ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで7163盛り上がりの皆さんにきっと期待がお届けしちゃう、富山県出身アルピョンこと橋本春奈でした。それではおやすみなさい、またね、バイバーイ、ありがとう。